有志の草笛やってきまーす。やってきまーす。愛しよーい。ういういということでルール説明お願いします。あ、俺がするの。ルール説明お願いします。有志の草笛について。はい。太陽がもっとペカペカと輝いていたいつか昔の話。革命の日を前に勇敢な戦士有志たちがどの陣営に参加するかを話し合っています。あなたはその話し合いに参加している一人の勇士。周りの動向を伺いながら、ここぞと思う陣営の点数を密かに書き集め、誰よりも早く高らかに勝利を宣言しましょう。宣言ゲーム。はい。ゲームの勝利条件。はい。得点フェーズ時、すべてのプレイヤーは手札を公表し、陣営点の得点計算を行います。はい。得点が最も高いプレイヤーは勝利点2点。はい。次に高いプレイヤー、ね、あ、勝利点、あ、これか、2点ね。2点。次に高いプレイヤーは勝利点1点を獲得します。1点。勝利点が3点以上になったプレイヤーの勝利です。なるほど。あ、こういうことね。2人の場合は2ゲームやね。2ゲームで終わりやでですね。はい。で、あの、カードの種類がいろいろあるんですよね。うん。で、あの、カードが3種類あります。シングルタイプ。あ、ちょっと待ってな。オッケーオッケー。ちょっと待ってな。なんか、ある?ある?ナイス!よっしゃ。オッケー。オッケー。抜かれた。ねえ。まず3種類のタイプがあります。はい。シングルタイプ。はい。と、これマルチタイプです。これマルチタイプ。マルチタイプ。これが新、これはペアタイプ。ペアタイプ。で、これもペアタイプか。ちょっと待ってよ。なんか他にカードあるかな。これマルチタイプ、ペアタイプ。じゃあ、これちゃうわ。これもペアタイプ。うん、あ、じゃあこれマルチタイプ。マルチタイプ、ちょっと待てよ。偏ってるな。あ、これシングル。これシングル。うん、これがシングルタイプ。うん、違いわかる?マルチっていうのはどっちとも捉えれる。あ、はいはいはい。で、ペアはこれともう一つペアがあるんですよ。例えば、どっかに。あ、これペアやな。これペア。ペアだ。これペアちゃう。もしかしたら。あ、違うかな ?2 やからペアになると思うけどな、これ。うん。うん。あ、でも違うかもな。違う方向向いてるもんな、なんか。なんかペア探してもらって、ちょっとペア。ペア。どれがペアや?これと、あー、これちゃう、これちゃう、これペアちゃう、あ、ちゃう。あ、でもこれとこれペアっぽいけどな。これとペアっぽいね。ペアっぽいね。うん。あ、これとこれペアやな。うん。あ、これとこれペア。あ、ペア、これペア、ペア、ペア。これペアね。はいはい、ペアタイプ、これペア、これペアタイプ、これペアタイプ。で、これがマルチタイプ、どっちでも選べる。はいはい。で、これが1個シングルタイプです。はい。で、最終的に点数計算して高い方の勝ちなんやけど、うんうん、はい、ペアタイプの場合はどっちも選べます。どっちも選べる。あ、ペアタイプでマルチタイプね。うん。で、ペアタイプの場合はこの合計点数です。5と4で9、うんうん、これ一つやったら4やけどね、これ。ああ、うん、っていう計算です。なるほど。うん。で、例えばまず手札を3枚引きます。はい。バーには、これ2枚と、あと表状になっているのが2枚と隠れているのが2枚です、うん、で、これ手札です。本当は見せてないです、これ、うん、翔平はもう本当は見せてないです。今回だけ見せておきましょうか。見せておいて、で、例えば僕のターン、まあ、じゃんけんして僕のターンだとするじゃないですか、うん、僕のターンだとしたら、2つ選択肢があります。2つ選択肢っていうのは、そのうち1つは、1枚を場に出して、どれでもいいです、場に出して、うん、2枚引く、うん、もしくは1枚引くっていう手があります、うんうん、それは選びます。2枚僕例えば引くとするじゃないですか、はい、2枚、あ、どっちだったっけ、ちょっと待ってよ。2枚ってさ、隠れたやつも1枚隠れて、ね、2枚どこでも10やで、ちょっと待ってよ。ちょっと見ていい、うん、手札が1枚、場の好きなカード2枚、好きなカードやったっけ、うん、あ、じゃあ好きなカードや。で、好きなカードを僕2枚引きます。例えばこれとこれ引くじゃないですか。う
そしたら山札から場にカード1枚を、うん、そこから裏向きに置きます。これで4枚になりました、うん、でまた次初期編のターンです、うん、で初期編なんかやってもらっていい、適当に、手札からカード1枚、うん、じゃあ次の選択肢ね、うん、裏向きで置いて、あれ裏向きで置くって書いてある、そう、これ選択肢 B、うん、で場の好きなカードを1枚手札に加える、あーごめんごめん、そうかそうか、2個目の選択肢それやな、うん、ができます、うん、で次でこれやっていくじゃないですか、はい、やっていってこう、まあ、例えばじゃあこう将兵も引いて、まあ、どんどんやって増えていくと、うん、手札が増えていって合計点数が10点以上になった時、うん、2、4、5、7、9、12、うんうん、12点なのに合計点数が12じゃないですか、はい、その時にあでもちょっと待ってな、合計点数やな、開いてるな、合計点数って書いてある、色やったっけ、勝利宣言、あ、オッケーオッケー、同じ色で10点や、うん、同じ色で10点やからまだ集まってないな、これ集まってないから、もうちょっと視力か、例えば続けていきました5の、うん、こうか、これ10点じゃん、これで5、7、8、9、あ、また9やな、これでいいか、ちょ、本当は違うけど、うん、これで手札に同じ色のやつが10点以上、うん、これで集まったと思うんですよ、はいはい、そうすると勝利宣言というのができます、僕のターンに、うん、僕のターンに勝利宣言をするんですけど、ちょっと待ってな、あ、オッケーオッケー、で勝利宣言をすると、うん、10点以上あるじゃないですか、うんうん、勝利宣言をしたときに、マルチカード以外のマルチカードこれね、これマルチカード、うん、これマルチカード、マルチカードです、はいはい、2つ選べるから、ね、以外のカードを出します、緑っていうことね、これ宣言で勝利宣言ですって言って緑を出す、なるほど、そうしてこの1枚のカードをゲットします、うん、まあ、でも4、2人ともゲットできるか、うん、で次翔平のターンになるやん、うん、で翔平のターンも10点集まってたら勝利宣言してください、うん、勝利宣言って言ってなかったらなかったでいいね、うん、勝利せなかったらなかったし、もし10点集まってるとしたら翔平が例えばこれ赤ってやるやん、うん、そしたらまたこれも勝利宣言でこれゲット的に、うん、これ5ね、なるほど、で、これどういう結果になるかっていうと、うん、俺は緑と赤色のやつで点数計算する、うん、翔平は赤と緑で計算する、ああそういうことね、で点数高い方、あそういうことか、言いたいことがあった？な、分かってきた。だから相手が何持ってるかでも変わる。変わるね。うん。とか、俺が勝利宣言して、後に翔平も勝利宣言しなかったら翔平負けるよね。あ、そうや。うん。そうや、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 うんうん。あ、分かってきた。みたいな、分かった。あ、分かってきた。だから、大人数の方が本当は面白いと思う、これは。確かに。まあ、一回だけやりますか。あと時間あれやから。1ゲームだけやるか。オッケー、1ゲームだけやろう。よし。じゃあ、これ、融資は元に戻して。じゃあ、全部これ、裏面にして。で本当は3点集めたら勝ちってことですね。1位は2で2位は1点か。オッケー。うん。ちょっと麻雀っぽさもあるね、若干。うん、うん。麻雀も極めたような気持ちもするけど。うん。まあ、できたら面白そう。やった麻雀。いや俺ね、あ、やってない。見てただけ。そうそうそう。麻雀たく買ってもいいけどね、なんか。ああ。意外と安かったからな。あ、そうね。買ってもいいけどな。暇な時にな。うん。みんなで。マジで。勝利点は0点なんで0にしとくと。OK。00。少し待って。で、1、2の、シャッフルしたもんな。うん。うん、で、手札が3枚。3枚。1、2の、3枚ね。わかりました。うん、うん、で、じゃんけんしますか、はい、最初はグー、じゃんけんほい、翔平から、うん、1枚引いてたっけ、あ、1枚、え、じゃあ1枚引いてじゃないな、まず1枚だ、うん、1枚出す、表に出して2枚引くか裏面にして1枚引くよ、あ、そうだ、うん、表にして2枚、うん、もうちょっとこっちにした方がいいんだ、表にして2枚ね、2枚で、でこれ1枚こうでしょ、
で俺ね、はい、俺やから、まあ表にして、まあ、2枚にしましょうか。じゃあそれね、でどうしようかな。おお、なるほど。どうしようかな。裏向きでいこうかな。あ、あれ通過するやん、これ。そうか。その前4枚、原則4枚じゃん、ここに出てんの。裏目指したら1枚じゃない。あ、そうだね。当てるよな。うん。うん。で、俺が、1枚出して、2枚ね。うん。天使役の2枚を、そうね、はいはい、でこうか。で俺ね、うん、表にして、うまいですね。あんで1枚出さなかな。はい。うん。2枚。あ、そう。じゃあ1枚やな。1枚や。うん。裏面の場合は1枚やな。うん。これね。1枚出して。で、ちょっと待ってな、ストップ。これで悪いな、うん、ちょっと待ってんで、勝利宣言。はい。で、はい。で、くさびき打ちします。で、翔平ですね。翔平の歌。おめでとう。うん。あ、普通にやっていいのね。うん。やって、勝利宣言。するか、まあ、やった後に勝利宣言するかせないかね。OK。表にして。うん。できません。できません。じゃあ、勝利宣言、緑です。じゃあ、せーの出しますか。せーの。緑の点数です、じゃあ。で、こうか。いくつですか？4。僕は5、7、9、10、12、13、18です。負けた。いい勝負やったな。どこがやねん。愛してるよ。愛してるよ。なるほど、ありがとう。大体分かったでしょ。分かった。人数多い方が面白いね。そうだね。じゃあそうしよう、次は。